本道は、1913年に、大西愛二郎によって創始された、大阪府高石市に本部を置く、新宗教。天理教からの分派。新都数は、約31万8000人。なお、斎藤正吾が創立した、岐阜県の本道とは別法人。天理教山口宣教所の所長であった、大西愛二郎は、山口県内の教会の整理。 最高の人に当たったが思うように不況や救済が進まず、焦りの中、胸調べと称する瞑想を行った。1913年7月15日、愛次郎は全裸となり、家族の衣服も剥ぎ取って、部屋の中を徘徊し始め自らを中山美希の後継者であるという啓示を受ける。官路大臣の利と呼ばれる。当初は官路大が人間、ましてや、 自分自身とは認められない、愛次郎であったが、否定すると胸が苦しくなり、いても立ってもいられなくなることから自らを甘露台で、あると悟るに至る。この年は、天理教教祖、中山美紀の115歳の常名が尽きたとされる1912年の翌年にあたり、典型の継承者が現れるのも当然と考えた。自らが悟った内容を手紙にし、計66回にわたって、 教会本部や主要教会に郵送したが、天理教内では受け入れられず、所属していた奈良教会は山口宣教所長の辞職勧告をする。1920年には賛同者も出始め、1922年には天理教本部へ交渉団を派遣するに至るが、ついに翌年に教師資格を剥奪し追放される。1925年奈良県で、オサ、シズを研究する。 天理研究会を発足させる。1928年に研究資料を発表、配布し、それが戦争による国家滅亡の危機を予言、警告し、昭和天皇の神格を否定する内容として天理研究会の会員らと共に検挙される。不計罪によって天理研究会の解散を命じられるも、1930年、大西愛次郎を精神鑑定の結果、 一連の典型が妄想の産物であるとされ無罪が大審院で判決された。1936年、天理本堂と解消し、不況が本格化。大西愛次郎のかつていた天理教にも不況がなされた。1938年、研究資料と同趣旨の初心を発表、配布し、警察当局が国家体制を脅かすものとして治安維持法違反。 経済違反で、大西らは再び検挙された。教団に対しては、結社禁止命令が、大西愛次郎に対しては、無期懲役が言い渡されたが、1945年に、第二次世界大戦が終結すると全員免疎となった。1946年に、大阪府高石市に、本部所在地を移転し、1950年に、本道と解消。 1950年11月8日、本道本部は脱税容疑で家宅捜索を受けたが、出てきたのは看守の身につけていた金のフレームのメガネだけだった。大西愛次郎は中山美希の生まれ変わりとして、次女大西玉を養育したが、1962年、大西玉は本、道より本部身として分離、独立した。大西愛次郎の没後、 孫にあたる大西康彦が教団を率いている。その後、1977年に大阪府仙南市牧屋の礼拝所を建設。1979年に信者ではない者には未公開であった本部を公開し、1980年から1984年まで本道紹介の集いや、1989年からは信者同伴を条件として、 一般の参拝を受け入れる、本道心配殿一般参拝などが行われている。さらに、1987年には本部に大規模な礼拝所を建設した。信者の子供は、高校進学をせずに中学を出たら、信者になるために、仙南市の公立中学校卒業者の、高校進学率は82.1%と、初等部や限界集落を除けば、日本一低い。 また、信者は、月の何日かは作業所で働くために職業が制限、されてしまっている。現在本道は、本部の外に、海外も含めて西武湖出張所置役員約6000人、信徒約30万人で、組織されている。天理教では、信者は、養木と呼ばれるが、本道では、道人と呼ぶ。その一方で、個人単位の布教活動を、匂いがけ。 教団施設の維持管理を、日の鬼神神が理想とする、陽気世界に住むための精神の成長を、心の不信と呼ぶなど、大西愛次郎が、中山美希を継承したものであると主張するように、天理教取類似点が多い。教祖は、大西愛次郎。元教師は、大西愛次郎の孫である、大西康彦。大西愛野郎は、大西康彦に生まれ変わったと称される。 教主名は、官路大と称される。参拝所は、本部以外に、宇田支部、仙南支部、中部出張所、西部出張所、明石出張所、本部直轄関東出張所などに支部の出張所がある。出店ありがとうございます。